さんです。それでは早速歌っていただきます。結城幸子さんで曲は裏窓です。お願いいたします。どうですか、レパートリーの一つになってるのではないでしょうか。キム・ヨンジャさん、哀愁のお酒、聴いてください。
歌であなたの女になれるんだ。聞いてください。Yeah.